エビのギュベチギュベチは、トルコ、ボスニア、ルーマニア、ブルガリア、クロアチア、マケドニア、セルビアの料理である。トルコ語では、ギュベチと呼ばれるが、ブルガリア語、ボスニア語、マケドニア語、セルビア語、ハンガリー語では、ジュベチ、ルーマニア語では、ギュベチと呼ばれている。ラタツイユと似た、オーブンで焼いた肉と野菜のシチューである。肉、オリーブ、トマト、マッシュルーム、玉ねぎ、 ハーブ等が加えられ、焼いたナス、ピーマン、ニンニク、トマト、酢から作るバルカン風、ミックスサラダがしばしば添えられる。肉としては、鶏肉、豚肉、羊肉が用いられることが多いが、牛肉や魚を用いることも肉は使わないこともある。野菜としては、玉ねぎ、トマト、唐辛子、ズッキーニ、ナス、豆、ジャガイモ、人参等が用いられ、パプリカ、 サマーセイボリーや、その他様々なハーブで風味付けされる。フライパンかオーブンで調理される。ギュベチという名前は、トルコ語で、陶器製の鍋を意味する、ガブスという言葉に由来する、伝統的なキャセロールでユベックに由来する。ありがとうございます。